こんにちは、皆選手です。今チャンネルでは火山セが地球最新情報と元気をお届けしております。サブチャンネルではライブ配信も行っております。こちらもどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日のテーマいきましょう。こちら、地震ニュースですね。なんとして、ね、皆さん、本日東京沖で地鳴りが発生するというとんでもないニュースが入ってまいりました。 今日の動画では地震の最新情報をお届けするとともに、今後大丈夫かどうかということで詳しくお話しさせていただきます。はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします。東京機地なり4回備えてということでね、3つのテーマをご意見しました。まず1つ目、地震の最新情報。4回の地鳴りが発生いたしました。今後大丈夫かどうかということでお話しさせていただきます。 まずはじめにこの動画の結論から申し上げておきますと、今後日本地震に要注意ということなんですね。何んそのように言えるのか。それはこの動画を最後まで見ていけすと、とってもよくわかりになりますので、ぜひとも最後までご覧ください。それでは今日も元気にやっていきましょう。まずはですね、地震の最新情報をお届けしたいと思います。なんとですね皆さん、 太平洋沖では今活発な地震が起こっているということなんですね。地震が活発なのは西の島から北に1141キロ行ったところにあります。鹿児島県の南トカラ列島、口の島ですね。人口約100人、面積13.33平方キロメートル、西の島3.59個分の大きな島でございます。この口の島、グッドポーズに似ているということで、えー、港でも噂になっているということがありましてですね、皆さん。はい。面白い形の島。 なんですけどもなんとですねこの口の島今も活発な地震が続いているということでございますこちら過去24時間で発生いたしました口の島の地震を映しております図中の丸マークが発生した地震でございますけど見てください皆さんこの口の島の西のあたりでブワーッとしてたくさんの地震が発生しているというのがわかりますね はい。ということで、今地震が活発な状態が続いているということです。この口の島なんですけども、え今月11日、今から5日前に、最大震度4の地震も発生しました。最大震度4というとですね、ポンズが倒れることもある恐ろしい地震でございますけどもね。まあそのような場所で今ま、まあまだ地震がですね、活発な状態が続いているということでございまして、皆さん、この辺り今後も要注意なんじゃないかということですね。 続きまして4回の地鳴りが発生してしまいましたということで見ていきたいと思います。 4回の地鳴りが起こりましたのは、西之島から北に807キロ行ったところにあります。東京の火山島新島ですね。人口約2300人。面積13.13 13じゃない。18.58平方キロメートル。西之島5個分の大きな島でございます。この新島のあたりなんですけどもね、過去に巨大地震が起こったと考えられている場所でございますね。で、これ巨大地震大きく2つあります。 まず一つが1605年の巨大地震説。二つ目が2015年のマグニチュード8.1地震ですね。一つ見ていきましょう。まずは1605年の巨大地震説ということで、この新島の南にあります小笠原諸島のあたりで実はですね、1605年に巨大地震が起こったんじゃないかという説があります。この巨大地震ですけども、地下の様子ですね、小笠原諸島は太平洋プレートがフィリピン海のプレートに沈み込んでいる環境です。で、この太平洋プレートに ご注目してくださいここねもっこりしているのがわかると思いますこのもっこりとした部分をですねアウターライズと言うんですけどこのアウターライズでですねブワーッと巨大地震が発生いたしましてえ津波が起きたんじゃないかと、えー、考えられております で、この1605年の津波ですけども、暴走半島では5メートル、八丈島8メートル、東海で6メートル、四国でも13メートルの津波が来たんじゃないかと言われている、まあ、恐ろしい津波がですね、発生した地震がこの1605年の地震説だったということですごいですね。続きまして、2015年のマグニチュード8.1地震でございます。 この地震ですけども、2015年の5月に、深さ6 8 2トルマグニチュード8.1、最大震度5弱の地震が起こりました。で、この地震によってですね、なんと、この地震から1 0 0 0トルぐらい離れた神奈川県で、震度5弱が震度5強ですね、が観測するという、まあ、とんでもない地震ということがあります。さらにですね、皆さん、この地震すごかったのが、えなんと47都道府県ですね、北は北海道、南は沖縄まで、 すべての都道府県が揺れるというですね、まさに異常な地震だったということであります。では、なぜこの異常の地震ですね、起きてしまったのかということで、今日は簡単にご説明したいと思います。これはですね、皆さん、なんと結論から言いましょう。この巨大地震は、 太平洋プレートがスニーカーからヒールになろうとして発生した巨大地震だったということ。これどういうことかということでね、見ていきたいと思います。お前は何を言っているんだと思った方もいらっしゃると思うんですけども。まあこういうイメージなんですね。はい。ということで詳しく見ていきましょう。まずですね、スニーカーってどういう靴かというとこういった靴ですよね。かかとが短い靴であります。そしてヒールというのはご覧のような奥さんが履くようなね、靴ですけども、かかとが長い靴であるということであります。 で、実はですね、太平洋プレートがこのかかとが短いスニーカーから、かかとの長いヒールになろうとして、大地震が起こってしまったということなんですね。はい。どういうことかということで、え詳しく見てまいりましょう。まずですね、小笠原諸島で沈み込むえ太平洋プレート地下の様子え、このようになっております。はい。太平洋プレートバーンとですね、沈み込んでいるんですけど、この深いところはですね、ピローンと横にですね、伸びているんですね。 で、この辺り横に伸びている深さがだいたい地下 400km から 600km になります。で、皆さん、この太平洋プレートのですね、形に注目してみてください。靴のように見えませんかで、この太平洋プレートの先っちょの部分がですね、つま先、そしてこの辺りがちょうどかかとの部分になるわけですね。 で、2015年の巨大地震というのはですね、この太平洋プレートはですね、沈み込んでいるんですけど、この沈み込む太平洋プレート、かかとの部分はですね、下向きに大きな力がかかっているんですね。で、この下向きの力の影響によって、かかとの部分がブイーンって変形するわけです、プレートの部分が。 で、この変形している時にですね、えー、ドカーンと巨大地震が発生してしまったということでございます。このかかとの部分ですね、つまりスニーカーからヒールになろうとしている時に、えー、この大地震がですね、発生したというのが、2015年の小笠原諸島の大地震だったということになるわけなんですね。面白いですね。はい。 で、実はですね、この小笠原諸島の北側にあります、今回、新島で新たな事件が起こってしまったということですね。まずは事件の始まりでございますけどもえ、地震前の様子がこちらですね。11月1日、何も地震が起きていない状況でございました。そんな中、11月2日10時3分頃にマグニチュード2.5の小さな地震が発生します。 これがですね、皆さんすべての始まりだったということなんですね。この地震を機にですね、この新島の東なたり、ブワーっとですね、地震が急増して参ったということでございます。 そしてえ、本日なんと4回の地鳴りがこの新島の東で起こってしまったというわけであります。こちら過去24時間の地震でございますけども、この新島の東、ブワーっとです、ね、地震が発生しているのがわかります。これなんとですね、皆さん3時から4時にかけて合計4回の震度1以上の地震が起こってしまったということですね。 これらの地震は、震度1から2の小さな地震でございます。震度2というとですね、ポンズの液体が動くぐらいの地震が起こってしまったということです。この地震ですけども、フィリピン海プレート内部で発生いたしました地震ですね。フィリピン海プレート内部に存在いたします。地面の割れ目、断層がずれ動くことによって、今回ですね、たくさんの地震がこの2時まで起こっているというふうに考えられます。では、今後大丈夫かどうかということで気になって まりますがここで皆様に今日の問題でございます。今回地震が活発な新島の意外な名物とは次のうちと一緒かということをお考えください。金目鯛、明日はしらす。謎組織の長万部回転寿司が作った幻の一品マグニチュード9クラス。超巨大、超、強 <laughs> ちょっと待って、えー。超巨大高級じゃこでちょっと買いました。はい。 宇宙のパワーさ、どうでしょうかということを考えてください。3、2、1、配、はい、了です。正解はですね、なんとこれは、一番の金目鯛ということでありましたですね、皆さん、この、何でしたっけ、ニジマ、なんと金目鯛が有名ということで、皆さん金目鯛食べたことある方いらっしゃいますかスーパーにね、たまに並んでるんですけども、私、高すぎて買えません。<laughs> はい。ということでね。よかった。あの、金目鯛。あのー、食べたことある方いらっしゃいましたらね。どんな食べ方が美味しいんでしょうか。コメント欄ね、お待ちしております。ということでございまして。まあ、余談はですね、これぐらいにしておきまして、今日の本題と参りましょうえ。今後大丈夫かどうかということでございますが、もちろんこれ今後も要注意ということですね。今日地震が活発な場所を2つご紹介しました。まずは、トカラ列島の口の島。そして、えー、この伊豆諸島の、えー、新島ですね。 で実はですね、皆さん、このトカラ列島とニジマ、ある共通点があるということです。その共通点は何かというと、活発な地震の後に大地震が発生するものであるということです。えどういうことかというと、まずはえトカラ列島でございます。 で、トカラ列島は今年の5月に震度5弱の地震が起こりましたけども、この震度5弱の地震の発生前から、ですね、実は2週間ほど前から、地震が活発だったんですね。そんな中、ですね、この活発な状態で起きたのが、震度5弱の地震だったということであります。で、今ですね、この口の島、地震がですね、活発になってからおよそ1週間ほど経ちました、11月7日頃からですね、活発になっているということです。 で11日には震度4の地震が発生しました。で今もなお、ですねこの地震続いているということでございまして、今後も要注意ということでございます。続きまして、この活発な新島ですね。新島の過去の地震の観測といたしましては、1991年の地震があります。 この1991年、新島の南のあたりで地震が活発化いたしました。その翌年、1992年にマグニチュード5クラスが3連発起こったんですね。1992年の3月、6月、10月にそれぞれマグニチュード5クラス地震が3回観測されたということでございましてね。まあこのように地震が多い場所であるということでございます。 で、今回ですね、この24時間にかけてですね、ご覧のようにたくさんの地震が起こったということでございまして、 これ要注意なんじゃないかということです。ちなみに過去にですね、この新島ですけども、2000年6月に震度4以上の地震が合計252回発生したというですね、とんでもない事件が起こった場所でもあるということでございまして、非常に地震が活発な場所であるということでありまして、これからもですね、皆さん地震に備えていきましょうということでございました。また新しい情報が入りましたらすぐお届けいたしますので、情報を見直さないためにも、 ぜひともチャンネルと高評価よろしくお願いいたしますということでございました11月18日のメンバー限定講義は日本でダイヤモンドができるかということで、えー、こちらですね、えー、皆様のご参加をお待ちしておりますでは今日の問題でございます震度4以上の地震はどん、震度4失礼しました震度四の地震はどんな揺れ方をするでしょうかポンズの液体が揺れるポンズが倒れるポンズが蒸発するさあどれでしょうかということでコメント欄に書いて挑戦してみてください 正解した方にはハートマークをつけたいと思います。では、ここまでの簡単なまとめを振り返ります。今、地震が活発なのはトカラ列島とジま、えー、でございます。で、実はこの2つの共通点があるということです、えー。この共通点とは、地震が活発な後に大きな地震が発生するというものであります。まずトカラ列島を見ていただきました。 今年の5月に震度5弱の地震が起こりましたが、地震が活発な状態からドんンんですね、強い地震が起こったということです。で、今、この口の島の東で地震が活発になっております。11日には震度4ですね、ポンズが倒れてしまう震度4の地震が起こった場所であるということでございまして、今後も要注意でございます。 そして、この新島ですね、1991年に、えー、地震が活発化いたしまして、その後マグニチュード5クラスが連発した場所になっております。今も地震発生しているということで、今日も1日だけで4回の地震が起こりまして、ブワーっとですね、発生しているということです。2000年6月には震度4以上の地震が252回発生した、とんでもない場所であるということでありましてですね、皆さん、これからも地震に備えて参りましょうということでございました。 はい。以上が今日の放送内容になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山の最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ツイッターもチャンネルと高評価よろしくお願いいたします。ツイッター X もやっております。11月18日のメンバー限定講義は、日本でダイヤモンドができるかということで、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。スーディミニステム時計にゲデウッー。